皆さんこんにちは。舞台「曇天に笑う」で高峰誠一郎役で出演いたします福井翔明です。今回アニメの原作の舞台というのが初めての経験なので、自分の中ではとても緊張して、いい緊張感で初日を迎えられるんではないかなとは思っております。どんな風にこの役を演じていくのかというのはすごく迷うと思うんですが、原作に忠実に、かつ自分がやる高峰を目指して頑張っていけたらと思っています。作品ですね、全6巻をコミックで読ませていただきましたが、とても笑って泣ける、いい作品でした。このやっぱ情景を壊さないように、やっていきたいなと思います。天下役、雲の天下役の玉木さんとも、久しぶりの共演ということで、楽しいこと、辛いことも共有していけたらかな、しっかりしていけたらいいなと思っています。舞台曇天に笑う、2015年2月21日から3月1日まで天王洲銀河劇場にて上演いたします。劇場でお待ちしております。